デカ盛りしチャンネル。じゃあ行くね。大分話。大分話じゃないですか。しくじりというか、もうすごくて全然しくじってない。それはしくじるやろ。しくじるっていうか、まあ自分のしくじりやな。だから勘違いしちゃったとかさ。まずね、まあ代理人かな、まあ、感性のあるチームがオファー出したいと。で J2 のセレッソから J1 のあるクラブ一つが欲しいと、俺よ時に J1 って A 契約の上限が25名やみんな。で、ある一つが25人おるから俺も行きますと、ハンコ持って行きますと。もうセレッソでも出れないしチャレンジして行きますって言ったよ。けど契約しに行った時にごめんちょっと待ってくれ一週間っていう時に大分取りに行ったから話があんねん。その時家長くんとかもおったり、あと西川修作、森重とか金崎ムーとかおって、こっからレンタルのオファー来る2年目の夏に。でもう全然出るんで、まあ規約も規則違反もしたりとかして、で大分取りに行ったから半年間レンタル店にレンタル行きます。で大阪から大分どこなんやろって、もう大分結構盛り上がってたこの時で、いきなり試合出ます、大分で。でいきなりアシストしたりとかして活躍しだすの。その時監督がシャムスカっていう監督で、こういうのほんとめっちゃいいと思う。自由にやれとか俺にとって環境変えるってことはそういうことやから、まあ気持ちいいやん気持ちいいやんで、大分トリニータ対浦和レッズの試合、その試合でスタメンです。満員の最多5万人で、なんかのスポーツ番組密着されんの、闘莉王さんとか。そんなんをバンバン倒してめっちゃ調子よかったよ。でこの時に岡田監督見てます、 A 代表。おお、レンタルで大分にいるのに A 代表呼ばれました。いやーすごい、ここで呼ばれる。セレッソ全然不遇やったのに、もう環境変えただけでもう A 代表呼ばれて、まあ、試合出れんかったけど、まあ、これが唯一呼ばれただけでも、格の違いとも見たし、まあ、代表の話はまだ今度したいと思うんだけど。で今でいうルヴァンカップ、大分は、まあ、まだまだ田舎のチームっていう感じの認識やってんけど、まあ、結構強くて、ナビスコカップ決勝行きます。ナビスコ決勝の前の試合でヴィッセル対大分の試合で、僕はあの途中交代してベンチにペットボトルになりました。あー、すっごい大事なんだ、はい、これまずしくじりやね、これ。あ、ペットボトルになりペットボトルだけはやっぱどの業界もあかんのか。あー、で、まあシャムスカはこういうの許さない。ナビスカ決勝外れます、スタメンからペットボトルのせいで。でもそういうのもあったし、まあこのレジェンドの人がおったから、大分に高松大輝さんって人がおって、そういう人がまあ決勝出て、で2対0で勝って、大分初のタイトルを取る。でめっちゃ盛り上がって、まあこれでシーズン終わります。セレッソからまあレンタルしてるよね、大分から完全オファー来ます。でここまた1年契約残ってましたけど、大分がセレッソ大阪にここから完全移籍するために1兆かかりました。大分が払いました。すごい、払ってくれました。すごい。この時実は裏話があって、あと1年待てばフリーゼロ移籍できるとかっていう契約が初めてできる時あって、けど1億円出してくれと。もう今欲しいってなったんで、そう嬉しかったね。まあこっからもうまたセレッソにまつわる話もあんねんけど、これはさクラブ間の問題や。俺には合意とか別に関係なくて、クラブがやってくれて、俺もそれやったら大分残りますっていう、やっぱこっち居心地いいし、ここで頑張りたいと思うし。でこのシーズンめっちゃ良かったね。3年目で4年目大分14連敗します。で俺左足足首骨折、初めての手術、もうほんま4年目、これもうほんま地獄、1億円かかったの期待されてんのもうチームもダメ、自分も骨折で、大分この時に4年目のシーズンもこんな感じで6ヶ月怪我してて、で残り1試合2試合出て、で、まあ、完全移籍でまあ複数年でこう、まあ、来てたからこっちに4年これで J2 落ちます。うん、やばいで大分主力めっちゃおったからこっそり抜けます。で大分経営破綻になります。そうっす、経営破綻になると。でマジか、給料も払えないな、この1億円あるよね。俺この確かあんま分からんねんけど、まあ分割やったっぽくて、噂によると俺全部内容しないの、なんか半分ぐらい未納やったらしい。
で、この5000万を大分トリニタがセレッソで人を3人もで補充して、なんか補填してくれたらしくて、っていうのは後々聞いたんやけど、まあ、清武選手とか今トップのこっち高橋大ちゃんとか、あと上本大会っていう人が3人いて、で、これの事実が5年目のシーズン出ます。めちゃくちゃ叩かれる。これがなかったら、これなかったやんと。でもこれはクラブ間の問題、俺後々聞いた話だからあれで、クラブ間の問題で俺はめちゃくちゃもう足もボロボロやったし、もうほんま地獄やった。これやばいな。そうそう、でこれこういうのがあっていろんなことがあったけど、チームを決めるとかそういうのって本当に大分も好きやったし、こんなことがこの一応が変わってくることに対してこれもあってこれがあったらほんま申し訳なくなる、はい、だから自分が出せなくなる。5年目もうスランプ、何しても叩かれる。そうですね、飯行っても叩かれるし、家おっても家おんねんやとかって言われたんですよ。まあ家バレるから大分やから。で、そうやって過ごしてって、まあこれ1、2、まあ大分で3年、6年半いたけど、ここでやっとすごい指導者になります。元セレッソのレジェンド、田坂さんって言って、もう一回お前輝けと。で、こっから6年目、11点取って、7年目、14点取って、で、J2 プレイオフ。J2 プレイオフあって、大分対京都の時に4得点。すごっ。で、そこで準決勝勝って、千葉とやって、J1 に上がりました、やっと。やっぱこの恩があったから俺は、これをなんとか返したいと思って8年目 J1 に上がります。 J1 に戻ってきました。で、これ俺のしくじり、7年目から8年目の時の心臓部に足首手術しちゃって、めっちゃ焦ってて、早く復帰しない、結構焦っちゃって、この J1 の時にもう全然ダメで、8年目あってもう 40% 出場率けど12点取ります。で、一応3年連続2桁取れて、で、こっから、ジェッツ乗っちゃったんや、ジェイマンが。川崎フロンターレです。すごい。すごいが勝ってるんだ、全部。結局は、外的なことに対して気にしすぎて、まあ、セレッソの時もそうやけど、俺は自分のことを、周りが作ってるデカ無理しちゃと思ってて、5、6年目ぐらいから、もうこの一億、ほんまにちゃんとしないとダメやと思って、J1 の川崎フロンターレに、まあ、行くことになる、チャレンジしようと思って行ったんやけど、まあ、これが多分、すごいこと。すごいっす。しくじってはすごい選手。いやいや、まあしくじっていうか、まあチャンスはあるやん。この A 代表行ったりとか、こう3年目からこう4年目行くときも太ります。だからこういうとこも一回経験してるけど、俺は何回も繰り返してて、ミスった時の対して俺のイメージではミスったら1年間取り戻したら3年かかる。だからこっから1、2、3年目だから、もう本当にすごいとこおったなと思うし、すごいとこおりまくってるっすよ。そうそう、だからまあ何ができるかって言ったら、まあほんまに後悔しないにいかないんだから、で自分をで自分を操るから、だからいい選手ってさ、監督からでも絶対出れるやん。そういう選手ではなかったねっていう、これしくじりか。そう、これ大分までの感じです。なんかあったら、この大分の時は車は買ってない。はい、いい質問です。あ、いい質問するね。セレッソの時に、まあ、1000万の車買います。アウディの Q7 ってやつ買います。で、レンタル行くよね。で、完全移籍になった、はい、Q7 また買います。なんで、あれ、いいやつ買って1200万のやつ。あ、行く、まあ、ここが分岐点やね、俺の。車ですやん、じゃあ。はい、車で変わってきてますやん。そうやね。そこそこない。やっぱ青いから、まだ考えたら買っとけよとか言うのも多かったし、まだ結構華やかな世界だったから、今みたいな感じじゃなくて、で、この時アウディが代表のサプライヤーやった、ビップ割引っていうのを使えて、こっから 12% 割引してくれます。だから今回だっていう裏話だけど、誰かおるやん、CX5 から CX5 書いたみたいな人おるやん。確かに、マキー。そう、マキーかみたいな。まあ、結構似てるよね。おう、まあ、ほんまこんな感じです。あ、4年目からはもう車ずっとそれ乗ってたんですか。はい、4年目の14連敗、今ガンバめっちゃ負けてボイルとかってるんですか、うん、サポーターからなかったんですか。やばかったっす。で、俺骨折してるし、他人の事のような感じ。もうこの時はもうこのさ、このナビスコ決勝があって、ここもうめっちゃ盛り上がってたから、全然勝てず、で、このシーズンね、大分トリニータの芝生が、本当、
フローリング上になんかマット敷いてるんでスルンって滑るような感じで、で俺は長友佑都君を背負ってる時にチッってなっちゃって、そっから疲労骨折しちゃって我慢して我慢してやって、みんな怪我人多かったから、で3試合ぐらい注射打ってやってたんけど実は折れてたのね。でもなんで勝てへんのやろっていう、誰も悪くなかったと思う。ファンから人糞投げられたコンテクストか、なんか言ってなかったですか。はい、人糞投げられたというか人糞がこの車に乗ってました。これ絶対人糞やん。ここら辺の時にコートで出て行けとか、で家の前マンションやったらさ、車止めた時にさ、乗ったらうんこ乗ってたりもしてたし、警察にすぐ動かしてくださいって言われたし、そういうのがあったけど、これも俺はこういうことも言ってしまってたのもしくじりやなと思ってて、言わんかったらよかったと思って、でも俺はこれを何くそと思って頑張ったのがここやったから、これいつもここのスランプやから、もう何してもダメ。そうか、スランプやからうんこ乗ってみたら悪い。そうでほんまこんな感じだから、これすっごい批判される。そうですね、その3人抜けたんも、まあ、俺のせいって言われたし、そうめっちゃ言われたし、で何するのもダメ。なんかこことかファンのイベントで、え、デカ盛りって酒好きですかって言われたとかもあったし、この時にもうルーティンだらけにしたりとか、自分の家ではルーティンできるけど、アリーのホテルじゃルーティンできないとかって、もう乱れてくんで、めちゃくちゃ。で、試合前とかも、何してるんやろうとかなったりとかして、ここでもうマジでやめたいと思って。で、契約があったから、3年契約してたから、複数年で。あおストーリーやね、こっからフロンターレ行くんか。で、こっからね、こうもう一回頑張って11点、3年連続取って、こっからまあ、またこの話もあんねんけど、いや、すごいな、サッカー人生が。もう俺のサッカー人生はすごいよ、すごい。俺もまだまだ可愛いよ。こっからもっとすごくなる。またこれ、あのシリーズ化したいと思うんで。うわ、激しいな。こんな感じです。大丈夫、みんななんかあったら。なんかもう、はい、僕、頑張るそうっす。だからまあなんていうの、まあ一回、ね、鼻ここまで鼻型まで行ったから、みんなに思うのは、自分は自分で作らないと意味ないよと。で、やっぱ聞く耳をちゃんと持って、なんか小さいことをこれやってよお願いされてもやる気持ちとか、ほんまに一瞬で崩れるから人生っていうのは。だからそう、おいみんなこっち、あそこはちょっと俺が一番分かってるし、俺がもう全然学ぶ YouTube です、全然学ばないけど、仲間を大事にしてほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。